岡田氏は日本の陸軍軍人。最終階級は陸軍中将。岡田氏は中時代の1916年12月から約1年間半に渡って陸軍士官学校の7期後輩である第30期第3中隊第3区隊長を務めている。この第3区隊員の中には後に日中和平工作に尽力しパターン戦線では 平団本部からの米比軍捕虜戦余名の処刑命令にこうして釈放した陸軍少将今井武雄がいた。岡田は1930年には秩父の宮付武官を務めている。若者を愛した人で青年将軍の通称があった。第13方面軍司令官兼東海軍管区司令官を務めていた1945年5月14日の名古屋空襲の際、撃墜され、 捕虜となった米軍の B-29 爆撃機、搭乗員27名を自らの命令で処刑した。戦後、国際法違反に問われ、B 級戦犯として連合国軍最高司令官総司令部に逮捕され、軍事裁判にかけられた。戦犯裁判での岡田は米軍による空襲について、一般市民を無慈悲に殺傷しようとした無差別爆撃である搭乗員は、 ハーグ条約違反の先犯であり、捕虜ではないと徹底的に主張し、検察や米軍関係者による爆撃の正当化を批判、捕虜虐待の罪についても全面的に争った。1949年9月17日、菅もプリズンにて公式刑が執行された。処刑にあたり裁判を担当した検事、弁護人をはじめ、国内でも秩父の宮から、 除名嘆願や、原型の要望書が出されたり、GHQ 側の法務担当官から、終身刑が相当である、公主刑ではなく、重殺刑とするべしとの意見も出されたが、当初通り公主刑による死刑が執行された。熱心な日蓮宗の信者であり、他の先般死刑囚に対し仏教思想に基づく、勉強会を開くなどして、精神的な支えにもなったと言われている。息子、 岡田明は、玉川大学創立者、小原国義の娘と結婚し、同文学部教授で、学校劇、演劇教育の専門家。岡田氏を描いた映画、明日への遺言の中に子息と、その婚約者として登場している。菅もプリズン週監中に、配給の鉛筆をコンクリートの壁で削り、便箋に書き記した。同じく先般容疑で収監されている若者との、 交流録、遺族、関係者に宛てた手紙、仏教関連の論考で構成される遺書で、数百枚の遺構を、遺族、関係者が5年がかりでまとめた500ページを超える大著。初版は1954年、1956年、第2版。高文館で映画、明日へのユンゴン公開に合わせ出版された。ありがとうございます。